東京 YouTube 整体の、平野です。先ほどの、ね、動画の中で、上手なマッサージを受けるほどですね、より、緊張してしまう、ケースがありますよという中で、2年ほど前からね、ちょっと来られている、超セレブな、ね、女性なんですけども、本当に、もうそのマッサージを受けることが、本当にこう趣味で、もう長年ずっとこう、上手な、ねマッサージ師さんを探して、ずっと受けてきたと。ね、そんな形で、もう毎週のようにね、しっかり受けてきたんだけども、実はなんかいろんな問題を抱えていまして、顎がすごい痛いだとかですね、肩甲骨の内側がもう異常に凝ったりですだとか、腕がしびれたりだとか、そんな話を、してくれる中でですね、当院の施術で、最初はですね、よくわからないと、はっきり言ってました。その方はやはりこの揉んでもらう気持ちよさですね、そちらの方にやっぱりその、意識が強くて、うちみたいにですね揉まない、ストレッチもかけない、そういうとにかくもうこの芯をねしっかりさせていって、その緊張、を、しないような しないようなシステムに持っていくというね、だから、というちょっと違う方向性でねこうやっているんで、やはりこの揉む癒してもらう、そこにもう超慣れていた、彼女は、最初は分からないと。ただやっていくうちにですね、いろんなものが変わってきて、そして1年後2年後本当にこの、顎なんかも全く痛くなくなったし、しびれも取れたし、そういえばね昔のああいった、悩んでたものがね全部変わってきてしまったということをね、言われていました。ただ、やっぱり気持ちのいいのは確かに、僕も、そういった、ね、ものを受けてみたいななんて思うんですけども、そちらの方に行くか、本当に体の芯を、ね、しっかり作って、緊張しない、緊張する必要のない、体に、ね、していくのか、本当に、そういったところは分かれると思います。私は、その癒しの方ではなくてですね、体をしっかりさせて、そしてこの緊張を守るためのシステムを解除する、そんな、整体をね確立できてきたと思います。ぜひね、また、他にもね、いろいろまた勉強することもあって、今回はこのレメディというね、レメディという、施術法も、もう一度ね、ちょっと勉強し直して、それがうまく使えるようになったらね、本当に世界最強の整体になるのではないかなというふうに思っています。楽しみ、ワクワクしてやっています。よろしく。今回、12月7、8とですね、目黒駅前の、ね、徒歩2分の、サロンをお借りして、整体します。よろしくお願いいたします。